沿線風景茨城県道271号、龍ヶ崎市停車上線は、茨城県龍ヶ崎市佐抜から同市なれ芝町に至る、一般県道で、東日本旅客鉄道上番線龍ヶ崎市駅、関東鉄道龍ヶ崎線、佐抜駅と接続するための道路である。1979年の路線認定以来、旧路線名は、 さぬき停車場線としていたが、2020年3月14日の JR 駅名の解消に伴い、同時に路線名を、龍ヶ崎市停車場線へと解消している。JR 常磐線、龍ヶ崎市駅東口ロータリー前のさぬき駅、東口交差点から東への龍ヶ崎、市街地方面に向かい、龍ヶ崎市成れ町の主要地方道土浦。 龍ヶ崎線に接続する、延長約 3.8km の路線。道路は整備された計画4車線の都市計画街路で、暫定に車線にて強用される。茨城県道271号、寒気停車場線龍ヶ崎市寒気2丁目1979年10月4日、これまでの寒気駅東口と主要地方道龍ヶ崎、板子線が結ばれた。 県道佐ぬき停車場小通り、高谷線と、佐ぬき駅西口と、国道6号が結ばれた、県道佐ぬき停車場線が廃止され、これまでのルートとは全く異なる、新規路線として、起点を、佐ぬき駅東口の龍ヶ崎市、佐き町終点を、龍ヶ崎市慣れば町とする現在の区間を、佐ぬき停車場線に、茨城県が認定したものである。 1995年に、現在の整理番号271に変更された。2020年3月に、JR 常磐線側の佐抜駅が、龍ヶ崎市駅と解消したことから、これに伴って、龍ヶ崎指定車上線へ路線名を変更した。道路法の規定に基づき、龍ヶ崎市佐抜同士なれしば町間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。関東鉄道流ヶ崎線の佐抜駅は、駅名解消は行わず、佐抜駅を継承している。AB、道路の区域の決定、茨城県法。 第635号、P4、ABCD、茨城県道路現況長所平成31年3月31日、現在、P16AB、県道の廃止、茨城県法、第6772号、P5、茨城県法、第1087号体省12年4月16日、茨城県国自百194号より、県道路線認定茨城県法、 号外10月14日より、県道の認定、茨城県法、第6772号、ピアニッシモ、4号、生後昭和54年10月4日付け茨城県法、第6772号中、茨城県法、第7000号、P16、道路の区域決定、茨城県法、第7000号、P5、道路の区域決定。 茨城県法号外第63号 P1 道路の共用の開始茨城県法第389号 P3 道路の共用の開始茨城県法第547号 P9 県道の路線名及び整理番号の変更茨城県法第637号ピアニッシモ82道路の共用の開始茨城県法 第1764号、P7、県道の路線名の変更、茨城県法、第83号、ピアニッシモ、1718、道路の専用を制限する区域の指定、茨城県法、第2980号、ピアニッシモ、1828。ありがとうございます。